はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日はですね、昨日お話ししました、今日は敬語じゃなくてマスコミ用語の話をしようと思います。まあ、文章、新聞はそうです。新聞は完全にマスコミ用語ですし、テレビももちろんそうですけど、テレビのニュースなんかでもそうですけども、分かりやすいところで言いますと、刑事事件なんかはマスコミ用語多いですよね。で、昔とね、今とでも全然表現の仕方が違っててですね、昔はですね、逮捕された時点で、犯人の誰それっていうふうに呼び捨てだったんですよ、昔はね。だけど、それは有罪判決を受けてるわけでもないですし、有罪が確定したわけでもないので、あくまでもまだ疑われている段階で身柄を拘束されただけ、ですので、推定無罪ということがありますから、人権に配慮して呼び捨てにする、呼び捨てにすることはなくなりましたけど、その代わり容疑者ってつけるようになりましたね。で、犯人っていう言い方も今はしませんね。誰それ容疑者っていうふうに言いますね。で、この容疑者というのが、これが実はマスコミ用語なんですよ。で、法律には容疑者という言葉は、刑法でも刑事訴訟法でもありません。正確には被疑者と言います。で、容疑者というのが出てくる法律は入管難民法、出入国管理及び難民認定法の、要は違反したもの、違反したと疑われるもの、外国人でね、不法滞在だとか、そういったビザの期限切れとかね、資格外活動とか、そういうので、入管当局に、身柄を拘束された人を容疑者っていうふうに本当は言います。一般的に警察に逮捕されたり、逮捕されなくても疑いをかけられた人は、法律では容疑者とは言いません。被疑者と言います。じゃあ、なんで被疑者と言わずに容疑者というのかっていうと、被疑者っていうのがまず言いにくい、聞き取りにくいっていうのもありますし、それから被害者と、聞き間違える可能性があるっていうこともあって、被疑者とはニュースや新聞では言いません。容疑者と、これはマスコミ用語なんですね。これから、被告、何々被告、今度は、送検されて、送検っていうのも、例えば書類送検とか身柄を送検されたとか言いますが、本当は検察官送致っていうのが正式な言い方なんですが、一般的で通称送検というふうに言いますが、送検されて検察官が起訴することを決めて、起訴されたらもう被疑者容疑者ではなくなって、今度は被告人になります。でも、ニュースでは、マスコミ用語では誰それ被告というふうに言いますね。任はつきませんよね。で、本当は被告というのは民事訴訟で使う言葉です。訴えた方が原告、訴えられた方を被告って言います。民事訴訟でね、例えば お金を貸したのに返してくんない、返してくれと裁判所に訴えました。訴えた方が原告で、訴えられた方が被告です。だから被告っていうのはいい悪いじゃないんです。単純に訴えた方が原告で、訴えられた方が被告っていうだけの話なんですね、民事訴訟では。ひょっとしたら嘘かもしれませんしね、お金貸したっていうこと自体が嘘かもしれませんしね、ひょっとしたら返したのにそれを忘れて訴えたのかもしれませんし、真相は分かりませんけども、何せ訴えた方が原告で、訴えられた方が被告っていうだけの話です。民事訴訟で使う言葉です。だけども刑事訴訟っていうのは基本的には検察官しか訴えることはできない、裁判所に訴え出ることができない、決まりになってますので、例外はちょこっとありますけど、基本的には検察官が、起訴する権限を持ってますので、民事訴訟でいう原告っていうのは検察官になるわけです。要するに訴える人は検察官のみです。だから原告とは言わずに検察官というわけですね。で、訴えられた方、要するに裁かれる人は被告人というふうに言います。刑事訴訟では被告人です。だけど、軽傷じゃないですけど、
誰それ被告、被告人、本当は被告人誰それなんですけど、そういうと非常に聞き取りづらいのと分かりにくいっていうのがあるので、継承みたいな感じで肩書き的みたいなのにつけるために誰それ被告っていうふうにマスコミ用語として被告という言葉が使われてますけれども、本来的には被告人が刑事訴訟で使われる、まあ、いわゆる裁かれる人の、まあ、立場です。だからまあ逮捕されるされようがされまいが、要はその警察なり検察なりの捜査を受けている段階では被疑者、マスコミでは容疑者と言われている段階ではまだ捜査を受けている段階で、検察官が起訴することを決めて、裁判所に起訴状を出して、起訴されると立場が、被疑者から被告人に変わるわけです。マスコミ用語では、容疑者が被告になるわけです。でも本来は被告という言葉は民事訴訟で使われる言葉で、被告だから悪いとか原告だからいいとかいうことは全く関係ない、言葉なんですね。訴えた方が原告、訴えられた方が被告っていうだけの話です。逆にこっちが訴えればこっちが原告になって相手が被告になるっていうことにもなり得ます。ただ刑事訴訟の場合は訴えた方、訴える人は検察官しかいませんので、訴える人は検察官、訴えられる人は被告人という感じになります。これはね、裁判の傍聴に行けば分かります。どこでもいいので、お近くの裁判所に、まあ、地方裁判所が一番多いんですかね。地方裁判所が一番事件多いと思うので、地方裁判所に行って好きな事件を傍聴できますので、してみてください。そうすると刑事裁判だと検察官と被告人っていう立場で争っていますし、民事訴訟だと原告と被告っていう間柄で争ってますので、その言葉の使い方がよくわかると思います。まあ、これは別にマスコミ用語っていうのは、まあ、さっきも言ったように聞き取りにくいとか聞き間違える恐れがあるとか、そういう便宜的な理由があってそういうふうに言い換えてるだけですので、別に悪気があってそういうふうにしてるわけではありません。だけど最近のウェブのね、ニュースなんかだと、まあ物によってはちゃんと被疑者っていうふうに書いてあったり、しますけどね。でもまあ少数派だと思います。だからそういったところを分かって新聞とかを見るとですね、まあなんとなく、そういうことが今こう起きてるんだなというのが、まあ、言葉だけだとなかなか分かりづらいんですけども、本来の、言い方っていう法律上の言い方っていうのを分かっておれば、ニュース見ても新聞読んでも、あ、今こういう状態なんだなっていうのがお分かりになると思います。はい。まあ、そういうマスコミ用語っていうのは非常に、まあ、政治経済、経済はあんまないかな、政治、それからそういった刑事事件、まあ、そう裁判関係ですね、民事訴訟もそうですけども、そういうのには結構、多い、特に多いんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、興味があれば一度、裁判所に行って裁判を傍聴してみてください。よくわかります。はい。そんな感じで今日はマスコミ用語の、まあ、分かりやすい例についてお話ししました。本日もご覧いただきましてありがとうございました。